あ、ほんとね、ガチうまい人なの。めっちゃうまかった。なんかもうどのキャラ使っても多分うまいよ彼。ね、俺何使おうかな、何練習しよう。俺なんかおすすめないの、ジュラさん。どういう方針で。分からん。ネロとかおすすめされますよ。うーん、やっぱり弓塚か、弓塚ちゃんかな。あー、でもサツキはさ、分かんないんだよね。基本コンボこれちょっと違うくない？シータメして地面にバンバン叩きつけるコンボが基本です。サッチンアームでしょ必要なのって。そうそうそう、サッチンアーム。俺昇竜じゃんあれ確か。そう、むずいんだよね。確か基本は親しい入れてからタンシール滑り込んでからのサッチンアーム。むずいこいつ。あー無理。タッチンアームをタメで出して側面を当てるというよくわからん運用なんだ。そうだったっけ。あれタメだっけ。あ、そうか、タメっぽいな。なんか昇竜サッチンアーム。あれってさ、え、 B なの、 A、 A なの。 A、 A、 A なんだ。これで横に判定あんの。なんかさ、2C で、うん、2C、3C をつないでちょっと浮かしたところにタメサッチンアームを当てると浮くから、そこに、そこにタメ空中シールを打ち込んでバスケするという、うん。なるほどね。でも結構難しいという。B、 B じゃなくない？ B なんか持ち上げな、投げるんだけど。なんか A、 A サッチンアームを溜めてガッて。あ、溜めるのかな。え、これここで後でサッチン使おう。もうむずいな。当たるんだ。当たった、臭い。ガードできんかった。まあガードはできんか。ガーフなの。空中はね、基本このゲームガーフ多いよ。なんかいかにも強そう。あー、もったいね。なるほど。あ、うん、投げ。え、投げ抜けはやっぱり投げ合わせるんでしょ。うん、合わせる。あ、そうだよね、やっぱり。といっても見てからじゃほとんどできない。まあそうだね。なるほど。えい、えい、危ないして待ってするという。えいして危ない。こう 3C でヘッドスライディングするのを 2C につなぐ。2C、3C、2C、3C、 ちょっと待って。あー、そうなんだ。2C、3C か。あ、別にいいよ、佐々木さん、俺来ても。はい、いいよ。うん。オッケーオッケー。もうヘッドスライディングが当たったところでサッチンアームをガンガン。A だよね。つかまずに当てるみたいな。おー、そうか。なんか、一回見ないと。なんか感じがつかめない感じのコンボだ。見たことはそう、昔やなんかアクト家電の頃ので合ってれば見たことあるんだけどね。その時は立ちこれなかったから確か当時。ああ、なるほどね。そうか、スライディングね。こういう時吸血鬼なら、いやー、むずい。さっきは私だけは助けてあげるから、私のことは内緒にしてください。だよね。